TikTok で働くお姉さんの幸せな休日です。なるべく自然体に近い感じで、なんか柔らかい表情とか出せたらいいなと思います。お、さすが。じゃあ引き続き横に撮ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。
ライデー読者の皆さん、こんにちは、ゆきひらりさです。今日はフライデーの2回目の撮影に来ています。すごい今日はお天気も良くて、撮影で、すごい綺麗な光もあって、すごく綺麗に撮れてるんじゃないかなって思います。お腹バキバキだという噂を聞いていますが、はい、どうしてでしょうか？いや、実はもともと腹筋はあるんですけど、昨日とその一昨日スノボに行ってまして、もう全身筋肉痛なんですけど、まあそれがいい具合に引き締まって見えてたらいいかなと思います。スノボですね。はい。得意なんですか？2回目だったんですけど結構滑れて、でもちょっと転んで顔面を打ってしまったんですけど、顔は大丈夫です。顔強いんですね。骨が強いんですかね。おそらく。はい。これから暖かくなりますが、なんかやろうとしていることとか、考えたりしていることとかあったりしますでしょうか？乗馬を習ってるんですけど、ライセンスの取得まであと3回くらいあるので、ちょっと寒くて冬は行けてなかったので、これから行ってライセンスを取って、いつかは大間さんと一緒にグラビアも撮ってみたいなと思います。衣装もたくさん着て、私の体の腹筋も変わらず綺麗になってると思うので、ぜひ見てください。ではお楽しみに。